綺麗だ綺麗だまとわりつく、どの渦に生きたら、ただは先も見えぬ熱を持て騙してる、野ざらしにされた場所で純の病に侵され、僕なりの青春の儚さっていうのをね表現してみました。クレームは受け付けますんで、こちらまで。どうも皆さんこんにちは、目田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。昨日ね、お知らせがね来ましたよね。青春病 BTS が YouTube 上に配信されました。これは藤井風アプリの方でね限定で見れるようになっていた映像なんですが、青春病ねの MV の、1000万回再生を記念して、今回 YouTube の方にね投稿されたというわけなんですが、Twitter でね、山田監督、山田ダッチ東京、ね、あの方じゃなくって、あのフリーライブのねあそこら辺のこう映像を作っていたダッチ東京とはまた違う山田監督です、山田智和監督ですね、がツイートしたのを藤井風さんがリツイートしていますね。本編 BTS それでもまだ足りないっていうぐらいね、とにかく思い入れの深い、あのねもう皆さんねもうそんなご存知だと思うんですが、青春病 MV いいですよね。もう本当もうあれは映画ですね、一つの映画、監督さんもね言ってましたね、何か昔の映画の、続きになるようなそんな映像ですと。で、藤井風さんとのこのイメージね、青っていうのがテーマ、青っぽい、フィルターがね青っぽいフィルターかかってますよね。映像がめちゃくちゃ綺麗で、もうね僕しかもね青春病の BTS は、見る日をちょっと選ばないとですね、美しい、感情的になるんですよね、青春病の、MV、それから BTS は、特に BTS はそうなんですが、藤井風さんがね、ちょっとやっぱりいつもと違うでしょ、あれはなんかもう本当に本来の、藤井風くんになってますよね、その年相応の、はしゃぎっぷりというか、本当に楽しそうに、もちろんね演技をしてるんでしょうけど、なんかねあれねもう見てると胸が熱くなりますね。藤井風さんは、高校が確かあれですよね、家から遠かったんですよね、1時間かかったんでしたっけ、確かね遠い学校に通って、しかも、ほとんどね自分の時間っていうのはピアノを練習することに費やしていたんですよね。なのでああいう時間ひょっとしたらあまりね人よりなかったのかも知れませんよね。みんなそれぞれね、それぞれその時間の問題ではないかもしれませんが、ああいうみんなでねこうガッとこうハグしたりとか、みんなで走ったりとか、みんなで逃げたりとかね、みんなでこうワッとね、みんなでこうワッとああいうなんかこうねシーン、朝方までね一緒に話したりとかね、ちょっといたずらしたりとかね、ああいうシーンっていうのはやっぱ懐かしいし、最後ね、最後クランクアップでーすって言った時にもうよーく見たらもうねもうすでに目を押さえてる、そして泣いてるみたいな、
あの僕ね、あのシーンね、まあ、ね、あのね、ちょっと疲れてる時とか、ちょっとメンタリティがちょっとね、こうなってる時に見ると、やっぱね、こう持ってかれちゃうっていうか、なんでしょうね、ちょっとやっぱこう彼の泣いてる姿、なんかグサッとくるんですよね。ちょっと見る日を選ばないといけないです。BTS はね、すごくね、感情的になります。すごくそれぐらい持ってかれちゃうぐらい、いい映像、綺麗な、美しい、ビューティフルな。映像です。全てがね、本当に大人たちをね、この大人たちのこの辺をぐちゃぐちゃっとねしちゃう、そんな青春病、それから青春病 BTS、もしね、ここ最近藤井海さんのことを知った、それからここ最近フリーライブとかね、まあ燃えよとか、あの辺から藤井海さんのファンになったって方もこれ、ね、たくさんいらっしゃると思うんで、もしね、まだ見てないって方、あんまりいないとは思いますが、もしまだ見てないって方はね、青春病の、MV もね、ぜひ見てほしいんですが、今回その YouTube 上に投稿された青春病の BTS、 めちゃくちゃいいです。うるっときます。すごくね、最高のビューティフルなムービーなんで、概要欄に貼ってますんで、ぜひね、見てみてください。よろしくお願いします。それから連日お知らせしてますが、MISIA さんのね、ラジオ、藤井風さんとのね、ハイアラブのことをちょっと話してるんですね。今回この概要欄にまた貼ってるんですが、残り13分ぐらいまでね、ぎゅーっとこうね、やってもらったら、そこから聞けますんで、全部聞くと1時間ぐらいあるんで、ちょっとね、お時間ね、藤井風さんのお話だけ聞きたいって方もいらっしゃる、ね、そういう方がほとんどだと思うので、ね、MISIA さんに申し訳ないんですが、まあ、藤井風さんのファンの方はね、藤井風さんのところだけ聞きたいって方は、ぎゅーっとしてもらったら、残り13分ぐらいで止めてもらうと、残りがね、この時間はハイヤーラブの話をされてます。なんかね、いろんなエピソードがある。で、全部はね、1回で話せない、小出しにしたいと思いますってことで言ってくれているので、日曜日ね、ラジオ放送があるとたびに、藤井風さんとのエピソードを話してくれるんだと思います。アーカイブみたいな状態で1週間だけね、聞けるようにしてくれてます。だから今回貼ってるのは14日の放送の分です。21日まで聞けます。今度だからまた21日に放送があると、次またね、1週間聞けるようになると思いますので、またその時にね、またそれはそれで僕がまたお知らせしますが、よかったらね、今回の分21日までなんで、早めにね、チェックしてください。 MISIA さんが、日テレのね、歌謡祭でハイヤーラブ歌ってくれたみたいということで、視聴者さんからね、ご連絡いただきました。僕ちょっと見れなかったんですが、作詞作曲藤井風くんってことをね、しっかり言ってくれたみたいで、ファンとしてはね、すごく嬉しいですよね。また一歩ね、なんか藤井風という名前が世にね、違う形で出た瞬間だと思いますので、これからね、ますます、彼の楽曲提供というのがね、これからまだきっと続くと思います。楽しみに、ね、したいなと思います。一発目がね、MISIA さんってね、すごくね、いい方ですよね。ビッグアーティスト、大御所なんで、なんか最初にふさわしいね、アーティストなんじゃないかなと思います。はい、それから、BTS、 その青春病の BTS の最後にね、藤井風さんが口ずさんでる曲があります。あ、懐かしいなと思ったんですが、Young, Wild and Free っていうね、Young, Wild and Free っていう曲があるんですが、これ知ってる方いらっしゃるかな。ちょっとね、治安が悪い、なんていうかな、治安が悪い曲なんですよ。歌詞がね、ただ巻いて、ただ吸って、なんかね、気ままにね、わがままに自由にいいじゃんみたいな、若者最高みたいな、ちょっと不良っぽさのある、そういう、まあ、演出した曲なんですね。ちょっとね、お母さんの前では歌えないなっていうような、そんな曲です。はい、スヌープドッグ、有名ですよね。スヌープドッグっていう方と、コラボで、ウィズカリファかな、ウィズカリファっていう方の、タッグ組んだ、ユニットで、多分ね、これね、ブルーノマーズがちょっとなんだろうな、アレンジしてるのがちょっと僕そこはちょっとわからないんですが、ブルーノマーズっていう名前も入ってるんですよね。ちょっとそこは詳しくないんですが、オフィシャルミュージックビデオ概要欄に貼ってますんで、ね、知ってる方もいらっしゃると思いますが、藤井風さんが青春部 BTS 最後のところね、砂浜で口ずさんでる曲です。よかったら気になる方はね、概要欄からチェックしてみてください。パッと見て分かるようにしてますんで、よろしくお願いします。
それからです、問題、ここが問題です。昨日ね、夜中の4時頃、藤井風さんがインスタグラム、インスタライブやったんです。もうね、朝、今日ね、朝起きたら7時半ぐらい起きた時に、もうね、あのインスタの DM がすごかったんです。どうした、何事かなと思って、僕なんかあの動画でいらんこと言ってるかなと思ってドキドキしながら開いたら、インスタライブやりました昨日、皆さん見れましたかって、すごい、何人かな、6人ぐらい、6人か7人、インスタライブって、僕寝ぼけてるから夢かなと思って、藤井風さんインスタライブしねえよな絶対と思って、しかも4時でしょ、夢だと思ってもう一回寝たんですが、ちょっと待てよと、夢じゃないぞと思って、そしたらね、うちの妹が、一緒にね、あの一緒に住んでないんですが、妹が見たと、実は。たまたまね、クソ、悔しい。たまたまね、あの4時頃起きてたみたいで、見れたと。羨ましいですよね。なんかね、あの、こんばんはって、あの、投稿したら、こんばんはなんでって、なんでこんばんはって言われたって言ってくれたとね、自慢されました。まあいいんですが。あのね、なんかね、僕の YouTube でね、上がってたんですよ。一部ね。まあ、あの、本人がアーカイブ残してないんで、まあね、どういう扱いしていいか分かりませんが、YouTube で上げてくださってる方がいらっしゃったんで、ちょっと見させてもらったんですが、なんか、ちょっと不思議な、時間でしたね。なんかね、泣いてるような感じもしたし、なんだかちょっとね、疲れてるような気もしましたし、無理しないとか言ってたし、でなんかあれでしょ、 We are the world と Heal the world 歌ってくれたんでしょ。いいな、見たかったなとか思いつつ、朝からねグズグズしておりました、おじさんがいやあ、そういうことあるんですね。なんか、なんでしょうね。ちょっと僕もね、直接見てないんで、なんとも言いませんが、なんかね、メンタリティ、それから体力的ね、に健康面も、気をつけてほしいですね、本当に。冗談抜きで。まあ、ルッツさんたちがね、ついてますから、大丈夫とは思いますが、ちょっと心配になりました。でもね、見れた方、すごいですね。良かったですよね。YouTube でね、配信してくださってる、僕もね、YouTube 始めた当初から、おそらくね、多分始めたのが同じぐらいだったのかもしれませんが、なんかね、こう、いつも、なんか励まし合いながら、投稿を続けてる、ロサンゼルスのエミさんって方いらっしゃいますよね。もう皆さんご存知の方もね、たくさんいらっしゃると思うんですが、あの方が、全部ね、インスタライブ見れたみたいで、YouTube 上に投稿ね、してくれてます、よかったら気になる方ね、チェックしたい方は、エミさんのね投稿概要欄に貼らせていただいてますんで、もしよかったら、チェックしてみてください。よろしくお願いします。でね、毎日毎日ね、藤井風惨敗なんですね。皆さんね、自分のペースでゆっくり行きましょう。彼はね、本当に比較対象がねいないような素敵なアーティスト、それから、なんかね、このいい年の大人たちをちょっとね、この辺を矛盾とねさせるような、なんか魅力を持ってますよね。ルックスがどうとかね、歌が上手いとか、そう、なんかそういうことではなくって、まあ、それもちろんね、もちろんそれもありますが、なんでしょうね、目に見えない部分ですが、なんかこうほっとけないというか、なんかね、ついつい見ていたくなるような、そんなアーティストですよね。なんかあの時藤井風流行ったよねっていう人ではないですよね。きっともうずっとね僕らのそばにいつもねいてくれる、彼の歌っていうのは、彼の曲っていうのはいつもね、僕らがポケットの中に、ね、入れときたいような、そんな音楽じゃないですかね。藤井風さんのポケットの中にはね、一体どれだけの才能、どれだけのね、音楽が詰まってるのか、まだまだね、まだまだ計り知れないんで、これからもね、大注目、僕もね、いろいろ
彼の動き、彼のインスタグラムやツイッターの投稿、それから彼の、あのオフィシャル的なねパブリックな、情報、いろいろね皆さんでここであのタイムリーにシェアできたらなと思ってますんで配信ねしていきます。これからもよろしくお願いします。この動画良かったって方もしいらっしゃいましたらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。